ブレイキングダウンから来ましたアンプル K です。去年のまあ年末に K1 を辞めて、まあ、それからまあ4ヶ月ぐらいの間にね、いろんなことをしたと思うんですけど、まあ、これが格闘家アンプル K の第2章の始まりです。それにふさわしい最高の相手を用意してもらったと思います。しっかり試合でぶちかますんで期待してください。そうですね、ブアカオ選手は誰もが知る、格闘技してる人は誰もが知るスーパースターで、で、まあ、俺もよくタイ行くんですけど、タイとか行ったら、まあ、空港降りたらめちゃくちゃバカでかい広告があるぐらいの、まあ、本当に国民的スターだと思うんですけど、まあ、ファイターとしての印象は、まあやっぱり300戦ぐらいしてると思うんで、もう戦うってことに対しては何の恐怖もないと思うし、もう息を吸うように戦えると思うんですけど、まあまあ、俺の攻撃食らったら多分びっくりすると思うんで、まあ、ここから先時代を作っていくのは、まあ、アンポリケだと思ってるんで、まあ、ここは KO で倒さないといけないと思ってます。まあ、これに関して結構言いたいことがあって、まあ、ライジンって、まあ、MMA の舞台じゃないですか。で、まあ、MMA って立っても戦えるし寝ても戦えるし、まあ、視聴者目線っていうんかな、まあ、俺はライジンの視聴者目線で見てたんで、そういう意味で、まあ、すごいなって思ってるのは思ってるんですけど、ただまあ見てて面白いかなっていうところがあって、なんか男同士ゴロ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 寝転がって、なんか俺あんまつまんないと思うんですよね。だからまあさっきブアカオ選手に MMA やりますかって聞いたけど、まあ、そもそもこの立ち技のスーパースターさんやるわけないやろって話で、なんかなんていうかな、まあ立ち技の選手と MMA の選手が例えば戦うってなった時に、なんかミックスルールでどっちが先でどっちが後でみたいな論争って起こるんですけど、もう立っても寝ても別に殴り合ったらいいんじゃないって俺は思うんですよ。だからまあ俺はこの試合、まあ、ライジンにアンポルケが来たからには俺にしか出せない色を出そうと思ってるんで、それをこの試合で勝って俺がちょっと新ルールぶち上げたいと勝手に思ってます。はい、その時はまた提案させてください。いや別に考えてないですけど、なんか俺は一つのものに取られる気はなくて、まあ K1 っていう場所にいて、まあその、まあ、素晴らしいなと思いますよ、思いますけど、俺の枠には収まらないなっていう風なことは感じてたんで、だから俺は出ていろんなことやってますけど、そうですね、自分が、まあ、俺は人生楽しいと思ったことをやりたいなって思う性格なんで、自分が楽しめること、ワクワクすることであれば何でも挑戦していこうと思ってます、これからも。ラップは言葉、語彙力っていうんですかね、を磨きたくて、まあ、音に乗せてそれ、まあ、これここで話すことじゃないかもしれないですけど、音に乗せてそれが言葉に出せるってめちゃくちゃすごいことだと思うんですよ俺は。でこれって格闘技の例えば記者会見とかそういうことに絶対生きると思っててやってましたけど、まあ、ゲームに関してはたまに昨日ぐらいから発信してるんですけど、まあ、このカード多分これ相当インパクトあるコードだと思うんで、これを悟られたくなくてやってただけです。はい、じゃあ別にそのエイムがブアカオ戦に生きるとかそういうことはないんですか。ああ、エイムはブアカオ戦、まあ、そもそももう俺のエイムはもう完全にロックもしてるんで、はい、ちょっとラッパーっぽくなりましたけど、はい、ぶっ飛ばします。ありがとうございます。